タートしました。オツーが好スタート。まずは各馬好スタートを見せました。カオスモス、オリービンが行きます。オリービン、カレンブラックヒルが内から一気にかわして先頭に立ちました。2番手に4番オリービン、カオスモス、スマートオリオンの赤い帽子2頭、この2頭が先頭に並ぼうという構え。第2コーナーカーブから周回コース向こう上面に入っていきました。あとは9番のネオイズダム、一気に後方から。13番のメイケイペガスターが2番手集団から先頭を伺っていきました。あとは後方にいたエールブリーズ、オツー、そして内からオリービン一旦控えて、その間にミッキードリームが追走で、あとは2番の当選デーブ、内で足を溜めます。この集団の後ろ残り 1000m 切りました。最初の 1000m は最初の634秒7で通過。これから3コーナーのカーブ、ダローネガがこの集団まで追い上げて3コーナー回っていきました。レッドアリオンはその後ろ、内からアルマ2番、外にゴールドベル、この集団は固まっています。3馬身後ろ、後方は2頭ポツンポツンと追走で、15番のアルバタックス、最後方14番の成田スーパーワン。馬群は4コーナーに差し掛かって600を切りました。わずかに内外馬体は離れていますが、エールブリーズわずかに先頭か。4コーナーカーブから直線に向いて、カレンブラックヒル、スマートオリオン、真ん中固まっていますが、外からエールブリーズ先頭に立って、さあ2番手はスマートオリオン、また盛り返してくる。間から内をついてカオスモス追い上げて、さあ内からもう一度カレンブラックヒル、残り200を切りました。追い込み勢は外からは、さあ後方から追い上げてくる各馬はどうか。大外からグイグイとダローネガ、あるいは大外アルバタックス追い上げているが、スマートオリオン先頭、中からアルバ2番、2番手に上がるか、ゴーリー。ポント16番コラッチョーゾ、好スタートを切りました。横に広がっています。押している14番オデュッセウスですが、そのまま行くか。10番のペーシャオトメ、さらに内4番のメジェルダ、まずは3頭広がって、わずかにメジェルダ出ました。その後6番ヒルダ、5番ドナルチア、赤い帽子2頭、そして14番オデュッセウス、2番手は3頭、その後2番のコスモフレンチが5番手に上がりました。そして追い上げて3番ラッキーボックスの追走、7番のアルマククナ、さらには10番ペーシャオトメ、13番レリトリス、3コーナー回ります。その1馬身後ろ、1番のラプレシオサ、中段で3コーナー600を切りました。外から徐々に9番のブランボヌール押し上げていきました。8番のリンダリンダが続いて、さらに外から15番のタイニーダンサー、あと後方ですが11番のメジャータイプーン、後方集団16番コラッチョーゾ、10番のペーシャオトメ交代、最後方12番マコトルーメンで、第4コーナーカーブ前はずらり広がって直線に向かいました。先頭は4番メジェルダ、リードを1馬身ですが、やや離れた外から9番のブランボヌール、9番ブランボヌール一気に先頭に変わって、さあ追い込み勢どうか。6番のヒルダが2番手に上がって、オーストから11番のメジャータイクーン2着争い、完勝9番ブランボヌール、ゴリ圧勝でした。3馬身と後続を突き放しました。